はい、どうも皆さん、こんにちは、のチェス。というわけで、いやー、今年もこれ開催ですか。まさか来ると思ってなくて、めちゃくちゃ今嬉しいんですけども、そうです、嬉しいお知らせですよ。というわけで、こちらでございます。なんと、今年も開催、アニプレックスオンラインフェス2022開催決定というわけで、いやー、これは嬉しいですねー。いや、去年遊郭編の最新情報も発表ありました。アニプレックスオンラインフェスが今年も開催されるというわけで、いや嬉しいですね。というわけでね、そんな開催日時なんですけども、はい、こちら2022年9月の24日、新情報発信イベントオンライン開催決定ということで、まあおそらくアニプレックスの公式チャンネルの方で生配信するという形でね、まあ新情報の発表があるよということなんですけども、いやー、まさかですね、やってくれるとは思いませんでしたね。まあ去年はですね、この後ちょっとまた詳しく話しますが、もうすでにですね、去年だったら開催しておりまして、9月の24日になるとはね、まさか思いませんでしたね。去年7月4日に開催してたんですけども、いや今年はないかとねばかり思っていたので、すごく嬉しいですね。はい、でね、まあそんなアニプレックスオンラインフェス、どういった内容が発表されるのっていうことなんですけども、こちらということでね、まあ詳細ですね、まあ人気新作アニメの新情報、そして豪華アーティストライブということで、いやーやばいですね。もう人気ってつけちゃってるからね。もうこれは鬼滅の刃だよね、これね。ね、俺もね。もう鬼滅の刃の新情報を発表しないわけがないよということで、まあ、一つね、ちょっと分かっちゃったことなんですけど、鬼滅の刃ね、9月の24日以降ですね、放送日、確実にこれは。もうこれを9月の24日にやるよっていうことはね、そうなんですよね。9月の24日以降でね、ある可能性は非常に高いということでね。まあおそらくなんですけど、僕が予想したのは1月のあの冬アニメということだったんですけど、まあ秋アニメでね、ある可能性もまだなきにしもあらずということでね。はい。皆さんまだ捨てきれないよということで、そう、9月の24日以降であることは確実に今なったんですけど、でもね、はい、まだ9月ということで、10月の可能性もあるし、はい、まだ捨てきれないよとなってます。今年中の放送が捨てきれないよと、はい、なっております。で、まあ豪華アーティストライブということで、まあこちら去年リサさんがね、確かグレンゲとかホモラ歌ってた気がするんですけど、今年はエメさんの登場はあるんでしょうかということでね、残響参加生ライブ、まあ生ではないんですけど、まあオンラインなんでまあ一応ライブバージョン聞けるのかということで、いやめちゃくちゃ嬉しいですね。そしてですね、リサさんの登場も今年あるのかということで、去年は確かね、リサさん何歌ってたっけな、そう、グレンゲとあとね、 SAO のね曲もね確か歌ってた気がするんですよ。そう、アニプレックス SAO も含まれるんで歌ってた気がするんで、今年もリサさんやっぱ来ると思うんですよ。だからまあ明け星だったりとか、まあ、そういうところも歌ってくれるんじゃないでしょうかね。いや、それはそれでめちゃくちゃ嬉しいということで、まあ他に鬼滅の刃だけが今回新情報発表というわけじゃないので、まあ他にアニメちょっと上げるとすると、僕の奇世界人形は恋をするだったりとか、かぐや様は告らせたいだったりとか、まあ、あと他に窓マギの劇場版っていうのが決まってるんですけど、その最新情報なんかもまだ出てないよということで、まあ、ここでの発表が濃厚なんじゃないかなと思ってますね。はい、他にもアニプレックスのね、人気アニメというか、本当にたくさんのアニメあるんで、まあ、あと新作アニメの新情報って書いてるからね、今気づいたんだけど、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編がもしかすると秋アニメの可能性っていうのがすごくあるよね。噛まずに言えたのすごい。はい、というわけで、そんなアニプレックスオンラインフェスがこちらですね。まあ、9月の24日無料配信ということで、まあ、おそらくアニプレックスの公式チャンネルでね、まあ、放送するだろうと思っております。で、こんな感じでキービジュアルなんかもね作られていてね、いやーいいですね。いや、ちょっとね、まあ、今年は夏の開催じゃないということで、まあ、こんな感じのキービジュアル、ギリね、夏を彷彿させるような感じですけど、なんかこう夏の終わりみたいな感じでいいっすよね。まあ、こっから秋に向けてのみたいな感じのキービジュアルで、非常にちょっと僕はなんかすごくなんかワクワクしましたね。はい、ということですね。まあ、一応ですね、去年のアニプレックスオンラインフェスどんなことやったのということで、参考ということで見ていきましょう。こちらですね。去年はですね、2021年のね、確か7月の4日に開催されたなんですけども、こんな感じでアニプレックスオンラインフェス2021ということで、まあその中で、解禁された鬼滅の刃の遊郭編のね、主な情報なんですけども、こんな感じですね。まあ去年は、はい、場面カットということで、まあそこまで大きな情報は発表されなかったんですけども、日にちが日にちなので、まだ7月の4日ということで、制作がそんなに進んでないよという状況でのアニプレックスオンラインフェスがあったということなので、まあそこまで解禁する情報はなかったんですけども、今年は時期が時期ですよね。7月じゃなくて9月の24日ということで、まあ去年ですね、遊郭編の大きな情報があったのは9月の25日なんですよ。はい、
なんとですね、まさかの同じ日曜日の週ということで。いやいやいや、これなんかある。まさか、伏線みたいなある。去年なんと2021年の9月の24日にね、めちゃくちゃ、はい、皆さんのね、記憶にもまだあるかなって思うんですけど、このね、プロモーションリールっていうね、遊郭編と無限列車編の新情報がね、解禁されたあの PV が公開された日なんですよね。はい。だから今年もその日ということで、何か、あるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい、ということで、まとめでございます。はい、こんな感じでね、9月の24日には、アニプレックスオンラインフェスがありますよ、ということで、こちらでですね、鬼滅の刃の情報がね、大きく解禁される可能性は非常に高い。そしてですね、新情報が解禁されることは間違いないということで、いや、確実に公開されちゃうっていうとね、もうワクワク止まらないですよね。ということでね、皆さん楽しみにしておきましょう。というわけで、高評価、チャンネル登録、そして皆さんのなんかワクワクのコメントみたいなのね、よろしくお願いします。9月なんですけど、こちらのイベントね、9月なんですけど、7月とか8月にも新情報解禁される可能性っていうのはまだ全然捨てきれなくて、正直7月に関してはちょっとと動画作りたいなと思ってるんですけど、間に合うか分かんないということで、もしかしたらこの後もう一本動画上がるかもしれないんで、そちらもご覧いただきたいんですが、一応ねちょっとだけ軽く触れておきますと、7月にはイベントがたくさんありますよということで、そちらのイベントの中で、鬼滅の刃の最新情報っていうのが解禁される可能性は非常に高いとなってるんでね、まだまだ本当ワクワクは止まらないし、いつどこで新しい情報が解禁されるのかっていうのはね、まだ全然捨てきれてないよということで、その辺7月8月も皆さん楽しみにしておきましょうということで、でも一つですね、9月の24日にこうしてですね、新しい情報が解禁されるっていう情報が発表されたのは、僕としては非常に嬉しいなと思ってますね。いやー、生放送しますよ。もちろんでございます。もちろんでございます。いやー、本当に皆さんね、本当生放送楽しみにしてると思うので、はい、久しぶりの放送やりたいし、いや、早くね、9月っていうか7月にも発表してほしいですね。そんな感じで、はい、楽しみとなっております。いや、夏ですね。はい、7月の17日には僕の、自作アニメーションがね、公開されますので、そちらの方も楽しみにしておいてほしいです。今、編集中となっております。てなわけで、また次回の動画でお会いしましょう。